コーヒーミル、コーヒーミルもしくはコーヒー粉砕機。粉砕機は、焙煎されたコーヒー豆を粉砕するための器具、粉砕機である。家庭用のものを指す名称で、業務用はグラインダーと呼ばれることが多い。仮に、焙煎豆のまま抽出しても、そのコーヒーエキスの抽出効率は低く、香味も乏しい。焙煎豆を細かく砕くことで、抽出効率も高まり抽出速度も増す。 そのため、コーヒー豆からコーヒーを抽出するまでの過程で必須な器具である。日本の家庭では、インスタントコーヒーに代わり、レギュラーコーヒーが普及してきたが、まだまだその粉を購入している人が多い。しかし粉だと、チャック付きの袋に入っていても開封後に、3日で湿気を帯びたり香りが飛んだりしてしまう。 豆で購入して使うごとにコーヒーミルでひけばより香り高いコーヒーを楽しむことができる。駆動方式には電動式と手動式がある。電動式に比べ必ずしも手軽とは言い切れないが装飾性や引くことによる演出効果がある。また電動式と違い熱や静電気を発生させ憎いという効果もある。価格帯は日本円で千円台数万円台のものまで。 様々である。中には、実用に使えず、装飾品に近いものがあり、注意を要する。また機種により、工作精度や、機械的合成、回転軸ずれ等に開きがあり、これらが劣っていると、粒子の大きさが揃いにくくなる、必要トルクのムラが大きい等の不具合が生じやすい。量が多いとき、時間がないときは面倒であり、また、朝入りの豆やコスタリカの豆のように、 硬い豆は引きにくいこともある。実用性が乏しいものが多い一方、優れた機種では、より小さな力で引け、粒子度合いが揃っているものも少なくない。手動式ミルは主に家庭用に用いられるが、少数ながら手動式ミルによるコーヒーの香味、演出効果にこだわり、業務用に用いる喫茶店がある。家庭用の小型のものから、業務用の中型、 工業用の大型のものまで様々である。家庭用のものは手動式よりも手早く弾きやすい。しかし小型のものは内蔵モーターを効率よく冷却することを考慮していないものが多いため、取扱説明書等にモーターの休止時間を規定してあるものがあり、結局多量を一気に弾く用途には使えない。機種によって差はあるが手動式に比べ騒音が大きく、家庭用途では 動作環境に注意を要する。演出効果は皆無である。電動式コーヒーミル、主に工術のミキサーミルを内蔵したミル付きコーヒーメーカーも多い。ノコギリ、凹凸状の表面を備えた中鉄やセラミックスの固定は、刃と回転は、刃を備え、手動、または電動で回転する。回転は、刃は円盤、または円錐、または円筒状をなす。 コーヒー豆は二つの葉、葉の凹凸の間で回転を与えられながら圧縮、打撃、尖断されて、細かくなる。低回転しか与えられず放熱性に優れた、中鉄性手動式の場合では、問題とならないが、電動式では高速で回転するために粉砕された、粉には、高温が発生し、コーヒーを国家変色させ脂質の加熱変化に喫する、オフフレーバー、香り成分の一出。 味も香りも抜けてしまい、ただ苦味だけを感じるが発生しやすい。また歯、歯の表面温度は、瞬間的に鉄の融点を超えることがあり、中鉄製歯、歯の場合、歯、歯の寿命が長持ちしない。機種にもよるが、粒子度合いが揃いにくいものがある。カッティングミルは、いくつもの歯がついた2枚の円盤を向かい合わせて、片方を回転させ、歯と歯の間で砕くことをその原理としている。 円盤の間隔差により、粒子度合いの調整が可能である。極端な荒引きには不向きである。この方式のミルは、一般的には、業務用に用いられるが、家庭用の小型電動式や手動式のものもある。相対的に熱発性が抑えられる構造である。粒子度合いも揃えやすい反面、微粉末発生が多くなる。摩耗により急激に葉の部分やコーヒーに、性能、 品質劣化を引き起こす場合もある。定期的なメンテナンス、葉の隙間の調整や清掃が必要である。小石等が混じる粗悪なコーヒー豆を引くと、致命的なダメージをこむる場合がある。原理的には、カッティングミルに類似する。1914年シカゴの B 会、ガンプ、ガンプインク社のジールリーページ、ラプイジが開発した。 一体のカッティングロールは一つのロールを横向きカットコー、もう一方のロールには縦向きにカットコーを備えている。左右ロールの回転速度を変えているのも特徴の一つである。ロールの溝はロール感覚差の圧力でコーヒー豆を噛み砕く、破剤する。生産能力が高く、粒子もすりつぶされることなく均一で、断面は鋭角に仕上がる。 ロール式構造により発熱が抑えられ、出口の粉温度は摂氏33度程度、微粉が少なく豆の表面から油脂分が染み出すのを防ぐことも可能となった。ロールを何段階かに分けて粉砕流度の高精度化と生産性の効率化に結びつくことができた。この方式の機械の中には粉温度を上げないために葉の周辺を水冷循環で冷却する装置を 組み込んだものがあるフードプロセッサーを焙煎コーヒー豆粉砕に応用した機械。しかし、日本国内でのフードプロセッサーの市場規模は小さく、大手メーカーではパナソニック一社のみの生産なのに対し、このタイプのコーヒーミルは数社から出ている。家庭用小型電動タイプのものに限られる。焙煎豆を入れるコンテナー内にプロペラを モーター駆動で高速回転させて豆を砕く。粒子度合いは通電時間により調整する。電源スイッチを押している時間が長くなるほど細引き傾向となる。構造が簡単で安価であり、小石等が混じる粗悪なコーヒー豆に対しても丈夫である。しかし粒子度合いが極めて不揃いになりやすく、熱の発生も大きく、微粉が多いのが難点である。 なお発熱の大きさは、フードプロセッサーでも共通した問題である。メッシュ、1平方インチあたりの網目の数と、網目の開き。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。